皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。テクモより1991年4月5日に、ファミコン用ソフトとして発売されたボードゲーム。人気漫画、お坊ちゃまくん、を、題材としたゲーム作品。スゴロク形式でマップを回って、さあさよちゃんの欲しいプレゼントを、見つけ、最初に届けたキャラがポイントを、ゲット。最終的に一番ポイントの、高いキャラがさあさよちゃんからキスを、もらえる。原作でおなじみのちゃまごも、満載で、漫画のファンなら楽しめる。ストーリー。ちゃまの先祖、ちゃまと、たける、の、古墳に侵入した何者か、ドクター、もう、お倒しに、行くストーリー。さいならっきょ、で飛び道具を、放ち、こんにちはは、でダッシュなど、あるっと普通のジャンプ以外の、すべての動作がちゃまごとなっている。敵キャラクターは一般公募で、とつきのワグマ、こんなモンキー、など、ちゃまごのようなネーミング。内容。さあさよが欲しがるものをちゃま、おぼっちゃまくん、かきの、袋小路、ひんぼっちゃま、ちゃんしー、COM プレイヤー、が、世界を回って取ってきて、その目的のプレゼントを手に入れ、世界中のどこかにいるさあさよに、届けるというもの。プレゼントを手に入れると通貨ケモン像が、さあさよの居場所を教えてくれる。プレゼントアイテムは誰かが、取ったものを奪ってもいいが、口述、自分でそれを取りに行ってさあさよに、届けた方がハートが3つもらえる。他の、誰かが取りに行ったプレゼントを、奪って届けた場合は1つ、最初に目的数のハートを、決め、その数に達した者が勝者となり、さあさよのキスを受けられる。時点、がサイコロのような役目になっており、その文字数が失明、1、8、となる、0、け、1、へけ、2、へけけけけ、5、移動時にランダムでイベント、敵キャラクターや、エンカウント等、が発生する。他のプレイヤーと同じマスでぶつかった場合その延長線上に、飛ばすことができる。その相手がプレゼントを持っていた場合奪うことができる。この時ちゃまの象徴的挨拶を、するのだが、それは有効の章なので、本来の意味と違うような、G、のマスに止まることで、お金が手に入る。川、では一部歩くごとに、少し体力を消耗し、高確率で、川底の苔石を、踏んでしまい足を滑らす、が、発生しそのまま流されてしまう、プレゼントを、持っている場合落としてしまい流されている間も、1マスごとに体力消耗、食肉花、のあるマスではランダムで、噛みつかれてしまい、その場合体力が減り動力が、残っていても強制ストップ。食肉花はランダムで枯れたり、隣のマスに繁殖したりする。噛みつかれなかったら刈り取って、アイテム欄に入れることもできる。世界はアジア、ソ連、ヨーロッパ、アフリカ、北米、南米、北極、南極、ハワイの9地区に分かれている。他にアイテムが使えない5地区として、ピラミッド、ロンドン、ワイキキビーチ、タンバワールド、霊界、がある。メイン9地区のうち、アジア、ソ連、ヨーロッパ、アフリカ間と北米、南米間は陸続きで、歩いて移動できる。北極、南極もタンバ、ワールド経由で可能だが、それ以外は戦火飛行機を、使うことになる。攻撃アイテムの、ミサイル、や、戦車、により地面に穴が、開くことがある。その穴に行っても別の地区に、ワープできる。ただしプレゼントを、持っていた場合、その場に落とすことになる。地区内移動なら飛行機は1日、線は2日で行けるが、地区外に行くには飛行機で、2日、線で3日必要。乗っている間は行動できない。線や飛行機に乗ると低確率で、ドクターモー、による乗っ取りが、発生する。これが発生すると飛行機なら3日、線なら4日間も動けず業先も、隣世界中のどこに、着くかもわからない。地区内移動限定ながら電車、ジャマンスカー、に、乗ると、移動できる場所は限られるが、2倍の速さで進むことができる。前述の、食肉花、も踏み潰せる。アイテムは原作にちなんだものになっている。アイテムの詳細。いただき、100万、体力が回復する、50前後、確率で、会心のいただき、一気に、前回の100、と、痛恨のいただき、回復しない、が、発生する。当然元ネタは、ドラゴンクエストシリーズ、の、会心、痛恨、の一撃、
と、いただき、食肉花、400万、歩ける部分に設置できる。この花があるマスにいると確率で、噛みつかれてダメージを受ける。噛みつかれなかった場合は、刈り取ってアイテム欄に入れて、持ち歩ける。チャンシーの場合は確率で、自分から食いつく、食肉花は消える、ので、ダメージは受けないが、その場合、飯食ったら人、眠りでし、と言って何ターンか、寝てしまう。1ターン終わるごとに、増殖、枯れる、現状維持、の、抽選が行われ、増殖、になると、上下左右いずれかに増える。ミサイル、3000万、攻撃アイテムで自分も含めて、標的ランダムに選ばれる。飛行機や船に乗っているプレイヤーは対象外。回避不能でダメージを受けるとともに、数マス吹っ飛ばされ、プレゼントを、持っていた場合落とす、忌憚点には穴が開く。穴には宝箱が隠れている場合があり、開けると何かしらアイテムが、入っている。戦車、3000万、4方向に弾を撃てる。弾数は最初に時点を、引いて質目の数、1、8、ただし忌憚点は何マス目から不定で、相手プレイヤーを直撃すれば、ダメージを与え吹っ飛ばすことができる。プレゼントを、持っていた場合落とす、またミサイル同様穴が開くことがある。逃げ足の弁、800万、時点を引いて質目の3倍移動できる。やらせてもらえんか、1億、3回連続で行動できる。許してもらえんか、1000万、使うとキャラに合わせた専用の、絵が表示され専用 BGM が、流れ、これを使ったターンのみ有効で、アクシデントに合わない、食肉花に噛まれない、穴に落ちない、川を移動しても体力が、減らず川で流されないといった具合に、安全に移動できる。使えません円、3000万、他のプレイヤーはアイテムを、数ターンの間、使えなくなる、確率で解除、カンガルー、400万、マップ上を1マス飛ばして、進める。川に飛び込んだり数ターン経過で、効果がなくなる。1マスの通行不可な地形、川や、海など、がある場合に有効。ドラム缶、50万、本来一歩ごとに体力を、消耗し、流されたりする川を安全に、進めるようになる。川の中にいる間は効果は持続し陸に、上がるとなくなる。工作隊、400万、邪魔な構造物を立てて、数ターンの間当選をする。岩山や海なども平然と、歩けるチャンシーも、これは通れない。ターン経過でなくなる。設置できる場所は自分が、今いるマスと、その上下左右。星狩り板、2000万、ランダムで相手プレイヤーから持ち物を、取ってくる。船や飛行機で、移動中のプレイヤーは対象外、確率で失敗する可能性もある。怖がり板、2000万、金が倍になったり半分になったり、アイテムをなくしたり、プレイヤー同士の場所が入れ替わったりといろいろなことが、一気に何度も発生する。対象のプレイヤーも全員から一つの、効果がごとにランダムに選ばれる。各アイテムの効果は、ちゃんと画面で解説が見られるので、予備知識がなくてもあまり困らない。一般的な RPG と、違ってアイテムを捨てると捨てた場所にそれが、残っており、拾うことができる。チャンシーが使うのは、星が、リータ、と、いただき、のみで、前者は確率で使い後者は体力が、減ってくると使う。これらは、所持している、という概念がないので、実質使い放題。体力が0になると、その地区の病院に運ばれて、3回休み。この場合も、プレゼントはその場に落とす格好になる。病院に着いた場合、自主的に休むこともできる。残りの、移動力を捨てて体力が、全回復する。セーブはオートセーブ。変なタイミングでリセットを、やると、容赦なく削除されると、言われて、実際に削除されるようになっている。評価点。ボードゲームとしてバランスの、取れた仕上がり。一気に3回行動できる、やらせてもらえんか、が1億円と高額だったり、回復アイテム、いただき、は、100万円と安かったりバランスが、取れている。単にサーサヨに届けるだけなら奪った方が、手っ取り早いが、自分で見つけて届けると3倍もらえるというのは、大きいので、プレゼント探しから争奪戦を、繰り広げる展開になりやすく、白熱した展開になる。競争力がなくなっての、脱落がまず起こらない。本作で、競争力の、根源、はお金だが、桃鉄、などで起こりがちな、大差を、つけられすぎて脱落、になるようなケースがほとんどない。
例えばお金がなくなっても、マスは世界中にまんべんなくあり、アジア地区では、酔っ払い、や、トラ、とエンカウントして勝つと、数千万円が一気に手に入る、ドラゴンなら2億、千や飛行機の運賃すら払えないところまで、困窮することはまずない。キャラクターのグラフィックが、非常によくできている。それなりに容量もあるファミコン後期の、ロムカセットというのもあるが、主役の5人から脇駅に、至るまで細部まで細かく、書かれており、キャラゲーにありがちな、見た目が、全然違って誰なのかわからない、などということはない。特にゴールデのサーサヨの服装の、バリエーションが豊富なのは、見どころ。その中でもハワイの、ホテルカメ編な、の、水着姿はちょっとしたサービスカットと、言えるかも。小学生離れしたサーサヨの、ナイスバディが見られる。テクモらしく BGM の出来がいい。それぞれ地域の雰囲気にも、マッチしており、聞きも心地よい。また、古地区にもそれぞれ固有の BGM が、用意されている。賛否両論点。CPU キャラクター、チャンシー、の、優遇。空港や港での移動が、常に一日でできる。飛行機や船に乗るのではなく、自分で飛んで渡る形なので、ドクターモーによる乗っ取りもない。ただし地区内便は使用しない。岩山や海といった基本的に、移動不可の地形でも問答無用で、スイスイ進めてしまう。工作隊の作った構造物の上は直接移動できないが、戦術の通り岩山や海で迂回できるためあまり駅に立たない。これに関してはずるいという意見もあるが、そもそもファミコンでは CPU 自体指向がかなり悪い傾向にあり、本作でも最短距離を一気に進むスタイルなので、リスクの高い川に飛び込みまくったりして、自滅することも多々ある。のでそのハンデとしては、ちょうど良いとも言える。上述の通り地区内便を使わないのでオーストラリア大陸やアジア大陸に行く場合は東京に飛んでから海を進んでいくことになる。特に西アジアやオーストラリアまでは相当マスがあるので、地区内便が使えるプレイヤーの方が有利と言える。またお金をいくら持っていても使わず、アイテムも特定のものしか使わない。ただしランダムで、燃えて今シューマイが発生し移動力が倍になることがある。ので、そのあたりでもバランスが取れている。これに関しては、優遇とは言えないが食肉花に対しても、特別で噛まれるのではなくチャンシーから噛みついて食ってしまう。自分から噛みつくので体力が減ることはないが、飯食ったら人、眠りでし、と言ってしばらく動かなくなる。やり込み要素という解釈もできるが、回路や空路のつながりが今自分のいる地区以外で知るすべがない。例えば北極はソ連のクソ人からしか行けず、ハワイは北アメリカのロサンゼルスからしか行けない。まあ、この程度はなんとなく察しがつくので、ソ連や北アメリカに行って、サーチ、すればわかる。厄介なのが南極で、そこに繋がるのはオーストラリアの、パース、と南米の、ブエノスアイレス。これは即座に、発想しにくい。特に、パース、の方はプレイヤーは線を、使う必要があるのにチャンシーは海の、上を楽々飛んでつけてしまう。問題点。食肉花の大繁殖。ターンの終わりに低確率で、地区名、では食肉花が、大繁殖、と出て、その地区に食肉花が大量に、現れる。食肉花は基本的に、現状維持、枯れる、消える、増殖、の、三択だが、大量に出てしまうと、枯れる、が、選ばれても隣り合ったのが、増殖、になったりすると、意味がなく、結局半永久的に、居座られてしまう。許してもらえんか、を使った状態なら噛みつかれることはないので、それを利用して刈り取りまくれば、安全に除去することが、可能。だがこのような対戦プレイゲームでは自分が、犠牲になって作用するだけでしかないので、それをすること自体メリットが、限りなくゼロに近いため結局のところ放置され、事実上の、半永久的な居座り状態、を、容認することになる。リセット乱用を防ぐためとはいえ簡単に、セーブデータが消えてしまう。ターンの終わりの状況確認の、画面があり、その画面以外でリセットや、電源を切るとデータが必ず消えてしまう。ゲームスタート時に告知されるとはいえちょっとしたアクシデントは、つきものな上に、もともとプレイヤー同士の対戦重視の、
ゲームという点で、それを乱用する必要性自体薄いので、咳頭な考えなめない。チャマの故障がおかしい。通過ケモン像、じいや、サーサヨがチャマを、おぼっちゃまくん、と、呼ぶ。サーサヨは普段、チャマ、と、呼び捨てにし、ごぼう家の羊であるじいや、お助け軍団の通過ケモン像は、チャマチャマ、様、という意味、と、呼ぶので、さすがに違和感がある。アニメで、おぼっちゃまくん、と、呼ぶのは柿ののみ。見た目とは裏腹に、キャラクターの設定が原作と、整合性が取れていない。サーサヨにツンの部分がない。原作では非常に気が強くて、ツンとデレのキックが激しいキャラクターだが、ゲームではずっとデレ状態。ゲームの都合のため仕方ないところもあるが、みんなライバル同士で友情が、全くない。原作では柿野はチャマの、親友、袋小路は金持ちの同士の、ライバル、と俳優ものの金の、対決ではほとんどチャマに、負けてばかりだが、貧乏チャマは比較的チャマの、味方寄りだが、このゲームではそれが一切ない。この4人が対等な立場で、戦うようなエピソードもあるニハールが、原作でも数えるほどしかない。これも対戦型ボードゲームである以上やむを、得ないところもあるがなぜかみんな公平に、金持ち。チャマは現実ではありえないほどの大金持ち。袋小路もチャマには劣るものの、現実なら世界トップクラスの、金持ち。柿野は典型的な一般家庭、それでも、比較的裕福な方、貧乏ちゃまは文字通り貧乏。こんな具合にこのように貧富の、差が激しい4人だが、ゲームではみんな公平に2億円持って、スタート。貧乏ちゃまはイベントキャラクターで、登場させた方が違和感はなかったと、思われる。上記の通り本来なら有効の、言葉であるはずのチャマの象徴的挨拶が、攻撃的役割にしかなっていない。原作では有効の挨拶なのだが、ゲームではプレゼントを奪ったり相手を、突き飛ばすような位置づけでもろに、攻撃手段、ミニゲームの要素が乏しい。容量の限られたファミコンとハイエー、このようなボードゲームには単調さを、払拭するミニゲームがあるものだが、丹波ワールドで出されるクイズぐらいしかないのは、物足りなさがある。総評。キャラクターがキャラクターなだけに、好みが分かれるところだが、ゲームシステム自体はよくできており、コントローラーさばきの、テクニックもいらないため、桃太郎電鉄、のような感覚でみんなで、ワイワイ楽しむことができる。その、桃鉄、との差別化も、できており、お金より、サーサヨの好感と、ハート、を、集めるスタイルアートの、マリオパーティ、に、近い。テクモらしく BGM の出来も、秀逸で聞き心地が良く、キャラゲーとしてもゲームバランス上やむを、得ない点などのけば大体は原作の、要素をゲームシステムとして、うまく取り込めている。お金持ちばかり出てくるゲームであるが、中古相場については FC 末期ながら現在のところ入手は容易な方なので、原作ファンなら選択肢に、いるだろう。余談。同時期のおよそちょうど先月にも、ニナムコから PC エンジンでも、おぼっちゃまくん、PC、の、タイアップゲームが出ているが、その後ゲーム化は一切されていない。アニメは翌1992年、原作も1994年に、コロコロコミックでの連載も、終わった影響が大きい。本作及び PC エンジン版以降は、18年後の2009年に、CR パチンコおぼっちゃまくん、として、驚愕産業からパチンコ化されたのみである。本作でアイテムとして登場している、逃げ足の、ベン、ベン、とは原作で、登場した、お助け軍団、の、一人、ベン、ジョンソン、で、言うまでもなく1988年の、ソウルオリンピックの陸上男子 100M で、9秒79の、